さあもう一枠やろう。いやワープしよう。ちょっと待って、俺はここら辺になんかあるような気がするんだよな。枠です。いらっしゃい、引き続きよろしく。いろんな話題が飛び交いますが、お付き合いください。勉強する人は勉強に専念してください。俺たちみたいになりますよ。俺たちみたいな、ごく一部の俺たちみたいな感じになっちゃいますよ。まあ人生楽しいですけど、うん、楽しいけど、そうやって楽しいって言えるような人生を歩むにも多少運とセンスが必要なんでね。え、頑張ってます。うん、せんすんなのこれ。和骨です。まあね、いろんなことを体験するというか、なんて言うんだろうな、経験することは大事だし、勉強だけが人生ではないというか、結果に伴うものではないが、勉強してる方がマジ選択肢増える。うん、やっぱりね、ちょっとでも、あと10円なんだけど、はあ、あと10円か、いいか。もういっ、ああうわ、え、どうやっていく、あーって、わかった、あそこにどうやっていくんだ。自分がやりたいことを見つけた時の基準になるからな、義務教育。うん、あ、そうね、誰でもかんでも、やっぱり高校ぐらいだとさ、高校ぐらいだと本当に自分がやりたいことってわかんないじゃん。結局なんか楽な方に、楽だから行っちゃうみたいなさ、ことばっか考えたりとか。そういう意味ではいろんなことをやっておくって、自分が好きでも嫌いでもない、まあ好きでもない嫌いでもないとか、いろんな教科をやって自分がどれが向いてるかって。システムはいいと思うけど、うん、教師のランクの低さにイライラした記憶。あー、結局人間関係みたいなことになってくるってことを。待って、向こうだ。やりたいこと こと機密、あー、漢字を入れてほしい。漢字を入れつつ書いてほしい。あー届かない。どこだろう、ごめんなさい。ちょっと誤字なのか合ってんのかよく読めなかった。それあんま名誉くないから。今からんままだな、やりたいこと。それはそれで嫌な人間相手にいい顔する勉強になるべさ。めっちゃなるじゃん。今は安定してるからって理由で教師になろうとするやつおってや。マジで？学歴がないと出世。そんなことないっしょ。よくない。あった、ここだ、下だ。よくできておる。ナマズを取り返す。はい、本当に UFO は実在した。学歴ないだと出世できないシステムはどうかと思う。あ、なるほどね。まあ日本は特にそういう顕著なのかな。でも正直ね、あれよ、まあそれはそれで、そういう、自分で作っちゃえばいいんだよ、その場所。学歴関係ない場所をね、ちゃんとできる人が評価されるっていう。やりたいことは大体決まった。強制は険しいけど、人間関係の才能だよな。いやー、才能もそうだし、センス、努力、いろいろあります。性教師の枠、性教師の枠ってどういうの？あ、枠自体はそんなに多くないんだ、じゃあ。ただ、あれだ、非常勤じゃねえけど、あれだ、マキャベリと一緒だ。おーい、非常勤講師ばっかって。やっぱそうなんだね。じゃあ非正規講師じゃ、なんかそういうこと。なんか正社員があんまいないってことか。でもじゃあさ、就職するときで自分が選ぶときにどこ見るのよ。知らない人相手。そうなのとか資格ある人取るでしょ。あと見た目がいい人ね。だからさ、そういうことなんだよね。だけど俺そうね厳しいよね。だってまずパッと見とかさ、初対面でどこで判断するかって言われるとやっぱ難しいって。絶対人なんてさ、なんか10年付き合ってて初めて見る顔とかあんじゃん。あ、この状況になるとこいつこういう感じなんだっていうさ、驚き。わかんないよね、だからね。いろんな状況に追い込むっていうのはなかなかないからさ、人生の中で難しいよ、やっぱり人を見るっていうのは。ただでもさ、本当に人を見れない人っているよね。あぶねえ、お前バレてんじゃねえ。人、まず笑顔ができるの大事、結構できない人多い。だから、いや、人としてどれぐらい正しくコミュニケーションが取れるかって非常に大事なのよ。それだって、あ、この人話通じる人なんだなってはあるじゃん、実際に。性格は関係ないよ、大事なのはよよ。うん、あぶねえ、そう、性格ではないか。雰囲気だよな。そう、うん、なんかね、やっぱ近寄りがたい雰囲気とか、まあそれはそう、職業にやってはそれでもいい人もいるけど、
まあ人と接する仕事っていうか、まあ基本的に仕事って人と関係を持つ仕事を接するものじゃない。だからこそやっぱりね、やっぱこう、あぶね、ああ先読みで出してくるこいつ。だからこそやっぱ人間関係がうまく取れる人とか、まあ取りやすい人は得だね。コミュ障だって自分で言う人は多分あんまコミュ障じゃない。もうやばいのいっぱいいるから本当に。あーこの人はちょっと無理だなって、一緒に働きたくねえなっていう。おぶね、うん、人間関係が辛い。死んだ、あれ死んだかな、生きてる。何してくれてんのこれ、何どこにいんの俺。何考えてるかわからない、俺も何考えてるかよくわからないって言われるわら。何も考えてないだけなのに。辛いもなんか相対的なものだけどね。世間からの評価によって基準は変わるけど、人は鏡です。人が喧嘩腰と思えば自分も喧嘩腰なんだよきっと。表裏って言うけど、表見せたら嫌われるんだから裏見せるしかないじゃん。まあでも人、表も裏もないよな、人とさ、なんか。お？何考えてるかわからないって言われたら、何も考えてないって答える。ミスターポポみたいな。コミュ障って相手の気持ちとか距離感とかわからない人を指すの違う意味で、ああ、そういうことね。そうね。あのね、簡単に俺コミュ障だからとか言うの、大杉消防層とか。あいつあんなにコミュニケーション取れるのくせに、コミュ障な、そんなレベルじゃねえから、本当のコミュ障。マジで。マジきついから。あ、こいつ、こいつ何言っても聞いてねえなっていうさ、レベルの人いるじゃん。終わんないんです、終わる時終わるっていうか。ショボゾウマジであいつさ、俺コミュ障だからっていう、なんかただのこう、逃げ道みたいなことで使うけど、そうじゃねえから。あれ、もっとやべえ、病気クラスの人とかのこと言うから、あれは。でもそれもまあね、俺はだから、俺今やってる仕事は一緒にやりたくねえけど、その人でもね、その人に向いてる仕事はあると思うんだよ。別に言い訳だよね、なんかそれ楽してるだけじゃん。探し枠で結構に、あのね、探し枠やるとよくわかるよね。あ、この人、人に自分の気持ちとか情報を他人に伝える能力はちょっと低い。いやごめん、そういう言い方じゃねえな。そうね、だから自分の中にある言葉をうまく外に出す能力とかさ、文字にする能力とかね。だってこれはストーリーモードだからどうでもいいんだよ今。人と戦ってるんだったらこれでね、話しながら難しいけど、今はまあね、クリア目指してやってるから。チョコメさんいらっしゃい。うん、あのね、話聞いてるふりすんだよね。あの、悪気はないんだろうけど、一生懸命、なんか人が教えてることを見たり聞いたりしてる感じのポーズは取るんだけど、その人の頭の中で何を考えてるかっていうと、今聞いたことを自分の中でなんかすごい考えてるのよね。だからね、入ってないのよ。ほとんど入ってないの、頭に。なんか結局なんかさ、質問とかめっちゃ多くて、その質問今じゃなくていいじゃんっていうこと。そんな曲、ね、そんな、それ、今聞くことかなみたいなこととかさ、聞いちゃうわけ質問で。だから相当考えちゃってるわけ頭の中で。回転しまくっちゃってるわけ。もしじゃあこういうことがあったらどうしようみたいなこと、余計なことを考えちゃって、もう今じゃなくていいじゃんっていうことを聞いちゃったりとか、もう質問ばっかりしちゃって、もう全然話が進まない。それ俺だわ、笑い。いやだからそれはね、難しいのよ。多分それはもうしょうがないんだと思うんだよね。もうやめろって言ったって やめられないんだと思うんだよ。いやだからほんとすごいで、マジで。俺だからできる人なのかなと思ったの。あ、この人すごいできる人で、なんかすごい、だからすごく聞きたいのかなって。今言われてること以上のことを考えて、もっとね、理解したいのかなっていうのを感じかと思ったら、もうすごいのよ。自分でちょっと調べりゃ分かることを聞いちゃったりとかし始めて、あ、なるほど、この人全然そっちか、みたいな。うん、そうそうそう、でもそれはでもね、努力でできないこともあるかもしれないから分かんないよね。空気読み、あ、違う。聞きたいことが言えないだけの人間知るしな。すぐそれを相談してくれるならいいんだけど、まあね、だけどさ、結局そのね、そんなん言われたってお前が判断して決定できる権利はないだろうと、それを考えろってことなんだよね。
それもしお前その事態が起きたらどうするんですかって質問今しているけど、その事態が起きた時お前の判断です決定できないからねって、それはわかるだろって、じゃあ質問すんじゃねって話なんで。あ、入っちゃった。あれですよ、猫とか犬とかも空気読めますからね。ねえ。な、おい、なんだっけ。空気が読めないって言って文句言うのはちょっと俺はあまり、それはどうかなって思う。動物ですら空気を読んでくるからね。俺だから空気が読める動物、を人間はすごくこう、なんつうんだろうね、親しみを持ってるんだと思うんだよね。ああ、わかるわかるわかる。とりあえず否定から入るみたいなね。否定、とりあえず否定いる。わかる。癖なんじゃねえのかな、あれは。何なんだろう。イカですが、話としては全然違います。あれ、何なんだろうね。癖なのかな、なんかあれは。そう、あれだ。そうよ、そういうこと。虫。ね、虫嫌いじゃん。あれはなんでかっていうと、あいつら心読めないじゃん。こっちの心も読んでくれない。向こうも読めない。何考えてるかわかんない。表情がないから。そういうことよ。かまどんは、なんであいつら俺の方飛んでくんだよみたいなさ。でも猫とかはさ、猫とか犬とかが人間が泣いてたりするとなんかちょっと舐めてくるとかさ、ちょっと近くに寄ってくるとかさ、猫もそうだし、そういうことなのよ、空気を読むっていうのはね。そんなに具体的な、そんなに状況にしたなんか繊細な空気を読むわけじゃなくて、ある程度こう心が通い合ってるなっていうのがわかるっていうこと。で、空気が読めないっていうのはここでそれは言うんじゃねえよっていうことを理解できてるかどうかだよね。虫はほんと空気読めてないと思うよ。いつらは。そういうこと。表情もない、こっちが嫌がってんのもわからない、こっちが空いてんのもわからないだよ。そういうことだよ。クジラ食いて、なのに。あれは会話できてない。あれはただの勘違いですから。虫は虫かごに、ゴミはゴミかごみに。っていうのは心が通じることにつながるから。そう、なんか空気読むっていうのはそういうことよ、単に。だからそんな難しいことじゃないよ。そんなにね、わけ、それ全部を把握しろなんてできないよ。言ったって、夫婦だってできないんだから、そんなこと。兄弟だってできない。だから虫に例えられたりするのか？あり得るね。じゃあやっぱりはセミとは言えないわ。うん、だセミとかゴキブリとか無理だからね。なあ、あいつらでも人間から遠ざかろうとすることもあるけど、カマドウマとかなんか虫によってはこっちに来るじゃん、なんか。なんで来んだよみたいな。なんでこっち来んのみたいになるから。それは嫌われるわ。嫌だって言ってんのに来るからさ。セミなんてあいつら死んだふりするからね。そうだよ。コンビニの入り口にいてさ、死んでんのかなと思って、またごうと、またいで店に入ろうと思ったら、ミーっつって。ギャーみたいな。セミの鳴き声は、夏だなって実感できるから割と嫌いじゃない。いや、嫌いじゃないよ。今日でも変な鳴き方するセミがいてさ、生まれて初めて聞いた。なんか、そう、でもなんか最近、なんか今日かなんか見たけど、1週間じゃないらしいね、あいつら。1ヶ月ぐらい実は生きてるっていう。あのテンションで。ありえない。あるね、それはあるね。これ意外とどっちもやるかもしれない。自分の、あの職場で自分の居やすい環境を作るっていうね。俺はこのキャラが楽だから、このキャラでいてもいいような、いいようにみんなにこうね、知ってもらうっていうのは、それは努力だな、俺は。去年にとこと一晩中セミの羽化観察してたわら。ああ、いたんだ、ちょうど。なかなか遭遇しないもんね、セミの羽化。あ、難しいな。こっちからだな。なあ。セミはあれですよ。あ、入っちゃった。練習肩苦しい高風の学校にいた子が高校ではっちゃけるような感じですよ。高校デビューかい。ああ、昔はね、でも俺昔からセミ嫌いだったんだよな。なんかバルタン星人みたいと思った。じゃあバルタン星人先だったよ。虫は昔からあんま好きではないかな。小学校の時から。カブトムシとか。なんだって。頭で考えて気づいたら3周して。潰れたら最悪だもんな。そうなのよ。
ってもなんで子供の頃は虫大丈夫な人多いんだろう、ね、あれ周りが大丈夫だからじゃない？友達も大丈夫だ。あの本当にちっちゃい子ダメだよ多分。さあなんだろうしゃ、いやそのねえな。なんかもう喋れねえ子供が平気で虫握ったりするもんね。握り潰したり。本当に。俺はもう正直もうダメだった。子供の時からダメだった。なあこれ壁。何この壁。虫から無理だったな。虫嫌い。虫が気持ち悪いってのは後々植え付けられた意識。虫は NG 全部 NG。汚いって感覚があるかないかちゃう。セミは、百科、俺たちの時代が来たんだ。食ってんのかあれは。小さい時は経験がないから好奇心が勝る。ああ、なるほどね。それを親が汚いからとか、なんで持ってくんのとか嫌がるから、なんかいや悪いものだみたいなね。セミについて研究してる方とかこの中にいらっしゃいます？おぉ。めっちゃ聞きたいことがあるのですが。ああ、じゃ、何どういうこと？そんなに研究してるレベルじゃなきゃダメ？なんか鍵。あ。セミは、わかんねえ。これマリオみたいだね。マリオみたい。マリオサンシャインっぽい。ダメになる。虫は噛まれたり。虫だとすごく説明しにくいです。わらわら。ああ、なんか形とかの話？そんな話？てかむしろセミって言うなら大人になったら1週間でなくなってくれと。お、海外だとゴキに嫌悪感を抱かない。食べない食べない。魔法とか食ってた。魔法とか毎夏食ってる。虫が出てきてからトラウマ。わら。ポケットにダンゴムシいっぱい入れて親を発生させたわ。セミはうるさいし食えないし何の価値もない。食え、いや食えるらしいよ。中国では食ってるじゃん。虫かわいい。あ、いや俺ね、クモ好き。クモは好き。なんでかっていうと虫を食べるから。俺の嫌いな虫を食うし、かっこいい。ふふ。バルタン。出たな、バルタン。何が腹立つって？クモの巣は、顔に、なんであの顔の位置にクモの巣あんだよ。玄関出たらクモの巣あんだよ。なんかお前、毎日通って、毎日ってか、人が頻繁に通るときに歯あんじゃんねえって。すげえ久しぶりにいいタイミング聞いたわ。あれなんだ顔につかない。いやだって顔以外にもつくじゃん。なのに顔の方が多い。あの高さはわざと。あれあいつらわざとじゃね。カメゴロウというプシュ。カメゴロウというプシュ主プヌシ。セミだって食うでしょあれ。あのセミが鳴く期間のとこが殻鶏肉みたいで美味しいって言うらしい。中国人がよく食ってんじゃん。人いるよ、人いるよ。倒した。食えるけどまずいんでしょ。いや、なんかうまいらしいよ。シー、あ、ごめん、シーチキンみたいって言って、うそ。なんで何匹もいいんだよ、もういいよ、いなくて。うん。シーチキン、あのね、セミを食べて、シーチキンみたいで美味しいって言うやつがいたら、俺はシーチキンを食いたい。セミでいい、セミはいらないからシーチキンをください。虫食いな。やだろ、シーチキンみたいで美味しいですって言って、シーチキン食って、じゃあ俺シーチキンでいいですって言う。だろ大丈夫、これシーチキンみたいで美味しいからって、俺シーチキンより、あ、普通にシーチキン食うんで、結構です。サソリ、島こうするそう。蜂の子どうなん、あ、蜂蜜みたいな味すんの。そんなわけねえ。でも俺らなんてカニやエビは食えるんだろうな。らしいよね。その話あるよね。あれも虫だからね、言ったら。でも俺はそれが分かってても、エビを食う、カニを食うぞ。文明滅びてるだろう。香ばしい。死ぬとするわ。香ばしい感じかな、ハチの子。あ、ボスもう食んの？なんでしょ。海外からしたら。そう。そのうち代用食品で使われるんじゃね。うん。エビなんて完全に虫の見た目だもんね。何が？エビとかシャコとかさ。これも鶏肉食いたい。わら。もう美味しかったって。ヤモリも鶏肉に似てる。いや、俺鶏肉食うんで。そんなこと言うなよ。バーカって。カニは虫です。そう、虫だよ。だってどう見ても虫だし、あれ。見た目的にもな。ギリシャとかも普通にタコ食いますよ。ギリシャもタコを食う。何の話だぜ。出ていけるのは結局そのものを食べた方がマシという。そうだよ。だからこれなんか ね、この肉豚肉みたいで美味しいとか、これ豚肉みたいで美味しいとか言うんだったら豚肉を食うっていう。カニが雲に、あ、いるいるいる。それをみんなでさ、黙々と解体するのが不気味とかいう人いるよね。
なので無理ですみたいな。なんで自販機の、なんだって、あ、蜘蛛の巣を張ったあげく獲物を忘れて、どういうことよ。虫だけ引っかかっていないってことか、蜘蛛が。あー、俺、あー、電車買ってねー。電車買ってねー。戻ろっかな。それはら。蜘蛛の巣でもいるよね。蜘蛛、巣だけあって、獲物がかかってて、蜘蛛以外いないっていうさ。これ何体いるんだろう、ボスは。5体ぐらい。マップ的には5体っぽいけど。マイクだ。もうさ、タコじゃなくね、これ。わかる。あれなんでなんだ、蜘蛛は俺基本的に絶対に殺さない。庭に逃がすわ。庭か屋上か。あ、当たってね。違うな。何か、後ろ、背中かなんかにあるのかじゃなくて、あ、うん、戻ったね。うちの屋根から地面までの5メートルくらいの気合の入った服着てましたわわら。え、全部壊す。気合の入った雲の服って、そういうこと。あー、あれ全部壊せるのかな、とりあえず。歯を全部、あー、やっぱりそうだ。ほら、そうだよ。あー、出口がね、っていうか、雲の巣の色が違う。おかしい、ちょい。食われた。あ、そう。いや、俺全部見逃すぜ。ムイストで出てきたカエル取り機、ミスト。マジで。あれ、歯壊すんだ。壊して、出る。なるほど。歯は壊せる。クモがゴキを捕獲するなんて未だに信じられない。いや、でかい、その、ちっちゃいクモじゃないでしょ。でかいや、ジョロウグモじゃねえや。ジョロウグモじゃ、危ねえ。あれ、もう歯ゼロだよ。なんにもなんないのね。あ、ボムか。あの穴にボムか。ボムインするにゃで。なん。ボムイン。わお。ゴキなんて何のために生息？な、人はじゃあなんで？ゴキブリって何のために生息してる？人間だって何のためかわかんないじゃん。そんな言ったら、なんで哲学的な話をするんだ。犬ってなんで犬って言うんですかみたいな話じゃん。いや、それは人間が決めたからだけども、間に合う？ゴム投げてタコ足を打たなきゃ、笑。あ、嘘、足出た？全然わかんなかった。はーい。はーい。どこ？あ、ほんとだ。あ、連射早いの欲しかったな。これ倒したらじゃあ成長させよう。どういうことなんだかわかんねえ、これ。タコじゃないじゃん、これ。あれタコの足なの。XBOX っぽいやつ。おお、いや、でも子孫を残して何をしたいのかっていうのがあんまり分かんなくない？なんで、ちょっとじゃあその次枠でそういう話にしよう。そういうあれでしょう、枠にしよう。人はなぜ生きるのか。来た。これ壊せばいい。何億年単位の先輩だろうと気持ち悪いものは気持ち悪い。なんかの情報を溜め込む陰謀的な。ギルディギアにこんな中ボスいたような。何ギア？ボムぶち込んだら歯全部壊せない。ギルディギアいた。ギルディギア変ないた。なんかでかいやつね。生まれて何をして喜ぶ？遺伝子。わからないまま終わる、そんなのは嫌だ。え、遺伝子。ローバルバン変わら。宇宙のシステムの何に関わってるわけ、生命活動とか生命というのは。いや、まあ、多分最近減ったよ、むしろ。おい、ちょっと純金っていうか、金歯が。あー、ボムがない。でも、そんなこと考えたらさ、本当に、俺だから、あー、それは考えてはいけないことなんだなって思った。人間、あ、哲学者だか誰かわかんない、科学者かわかんないけど、人間の欠点、最大の欠点っていうのが、その人の提唱する最大の欠点っていうのが、人間が賢くなりすぎたことだっていう。虫とかってなんで生きてるかなんか全然関係ないし、考えもしないじゃん。で、それも生命として、あの生命活動に何のあれもない、支障もないじゃない？だから人間は生きるために必要以上の知識をとか、思考ができるようになってしまったのが非常に、あの、効率が悪いらしいね。あ、ね。善になってきた。そう、余計な、だから知らなくていいことまで考えちゃったりとか、知ろうとしたりとか、ああ、タコ出てんじゃん、これ。
それが良くないっていう人間の不完全なところだった。そう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 。だからあの考え悩まなくていいことまで悩んじゃったり、考えなくていいことまで、知らなくてもいいことまで知ろうとしたり。人間関係がどうのこうのってことか。うん、だから、動物的に考えたら子孫残すのが第一じゃないか。そう、だから、その、あの、人間のこの仕組みとか、こうね、生命活動的に考えると、いろんなこの、多様性というか、そのいろんな環境に対応できる、まあ、いろいろなパターンを作って、まあ、作って育てて、死んでいくっていうさ、だから命を繋いでいくっていうのが、まあ、本当野生、まあ、自然の流れ、摂理というか。だけどそれが宇宙の、それは多分俺関係ないと思うんだよね。泡吹くが、水の中の泡が下から上に上がる作業ぐらいの感じなのかな。人間には牙とかないけど代わりに知識で生きてるって本で書いてあった。いや、牙とかはないけど、ああ、知識で。知識は牙ってことか。知識で戦う。だって人間なんて宇宙の何の役に立ってるのか全くわかんないわ。ほんと。だから地球をこういう形で変化させたり、破壊していったり、絞り尽くしていったり、食べ、吸い尽くしていったりっていうのが、なんか宇宙の活動に何かプラスになることとかだったり、意味があるのかなっていう。地球からしたらウイルスだもんね。そうだよ。だから、人間の体にこう、いろいろいるウイルスみたいなもんだよね。地球が一つ。プラスって、さっき？ちょっと待って。パワーアップしよう。手先？誰かの。役に立つ生き物ってもともといないけどね。だから役に立つも何も何の意味があるのかって考えると、意味はやっぱりちょっと難しいよね。この宇宙を何か利用、何か目的があって作ってる人がいるんだったら、その人に聞くしかない。特別な能力を与えられた存在と考えるかで意見全く変わるでしょ。そのうちギャラクタスみたいなのがやってくるんじゃね。意味なんてないでしょ。ギャラクターみたいな。タンパク質が高結合しただけだから宇宙に動向はないんじゃない、うん、そうだと思う。だから、あの、絶対量は変わらないじゃない。宇宙に存在する物質の絶対量は 100% 変わ、全く変わらないから、多分意味じゃないんだよね。だから、水が長、なんだろうな、ひとところでうねうねしてるだけだよね。みたいなもんだよね。いや、でもそれでスケールの話が違うな。難しいね。動物が一番幸せに生きれるかなって考えたら、人間がいらないって考えついた。ああ、だからそういう話がよくあるじゃない、そういうね。人間、結局人間が一番悪いみたいなさ。そう、たまたまだよ。だから何の意味があってとか、もう意味も何もない、理由もないし、なんで生まれてきたかとか理由もないし、それは自分で決定すること。何もないと思うけどな。自分で納得できるんだったらそれでいいし。だから宗教の話ってあるじゃん。禅の話とかね。動物の笑うん、幸せなんてそんなね、雑な言葉使っちゃダメよ。幸せっていうのは本当それもの、そのもの一つにつき一つあるから、幸せはね。全部共通の幸せなんかないんだから、その幸せの押し付け合いが宗教戦争じゃん。俺たちの方が考え正しいとかさ、俺たちの考えてることが正しいからみたいなのね。なんで俺たちが考えることをみんな、勝手に人間の尺度で勝手に決めてるんだろうに。そう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 。動物は今でしか生きてないよ。そう、なんで生きてるかなんて考えたことない。いや、あの、やっぱりこう本能として、本能で生きてるから。そう、まあ人間がだからやっぱそう賢くなりすぎた、考える能力がつきすぎたのがやっぱ欠点なの。宗教ってたまに意味わかんないこと言ってるよね。そうなんだ。あんま興味ないからわかんないけど、でもあの人たちが言ってることってそういうことじゃない。やっぱりそういうね、煩悩だとかなんとかさ。自分は正しいとあまり強く考えるのは危ないね。そうね。自然の摂理とか言い出すと、人間がそうなったのも自然の摂理だから。人口、自然とか人口って欠点ではないでしょ。ね、言うけど、でも人間も自然から生まれたものであって、その話？ね。難しい。確か聖書によると、悪魔の世界は内輪もめとかないらしいですね。素晴らしい政治が行われているんだね。人間の動物だもんね、わら。そうよ。だからといって人間のエゴだけで、まあ、全てをこうね。次は雲イカ哲学ですか。いや、もうイカはもうとりあえずパワーアップしたし、連打がどんぐらい早くなった。連打めっちゃ早いんだけど。マジかー。とりあえずじゃあ、イカ哲学でいっか。別にイカやりながらぐらいがちょうどいいな。うん。事故を振り返ることができる存在、人間の価値がある。いや、ただそれが何の意味があるかって言われたら難しいよね。で、それは何なのと。いや、別に、みたいな。あはあ、みたいな。
はい、お疲れ様です。もう人間いらね。だけど生きていかなきゃいけない。